ことをするんですけども、このアメリカのウィスコンシン大学の研究なんですが、アメリカウィスコンシン大学の研究チームは、被験者48名を対象に次のような実験を行いました。全員にインフルエンザワクチンを接種された後、全体を2グループに分けます。そして片方のグループにのみ毎日瞑想を継続させました。実験終了後、血液検査を行ったところ、毎日瞑想をしたグループはそうでないグループに比べ、免疫力が高まり、インフルエンザにかかりにくい状態になっていたということが判明しました。今、流行りのですね、コロナウイルスなんですけども、その免疫力がですね、こちらの方はインフルエンザで、似てるといえば似てるわけなんですけどもですね、この免疫力を上げるというふうなことがですね、できるわけなんですよね、この瞑想をすることによって。それなんで、今回のですね、コロナ騒動を早く収束させるにはですね、多くの人に瞑想をしてもらうといいというふうなことになるんですけども。